甲州た前高こと集団古墳有限公司は中国で最大のピアノ製造業者であり世界最大のピアノ工場を有している1956年に中華人民共和国関東省甲州市で設立された通称は甲州た前高こと集団古墳、甲州た前高こと集団、甲州た前高ごとなど中国国外ではパールリバーとして知られている パールリバーは年間10万台を超えるピアノを生産する能力があり、それらを80を超える国々へ輸出している。今日、パールリバーピアノは幅広いブランドと水準の下で生産されている。パールリバーはケイザーバーグ、タマエ、リマラー、ケイダマなどのブランドを中心に様々な種類のピアノを製造、販売している。2016年1月、パールリバーは ドイツブラウンシュバイクのピアノメーカービールヘルムシンメルの株式90%以上を取得した。ドイツにおける経営は変わらないままであり、シンメルの工場は今でもシンメル家によって管理されている。1998年、パールリバーは中国のピアノメーカーとして初めてすべての部品と構成要素を含むグランドピアノ及びアップライトピアノの全製品について、 国際標準化機構 ISO9001 認証を取得した。パールリバーは最近 ISO14001 も取得した。パールリバーは米国において自社での流通を行っていたが2000年に流通をノースアメリカンミュージックに引き渡した。パールリバーは自身の社名の下で米国において ピアノを販売した最初の中国ピアノメーカーの一つであり、ピアノ教師と調律師によく受け入れられてきた。パールリバーは世界最大のギター及びバイオリン製造業者の一つでもあり、百貨店ターゲットで一般に見られる人気のあるギターブランド、ファーストアクトの主要な供給業者である。ドラム、金管楽器、木管楽器も国際的に販売している。 中華人民共和国では自身のブランド名、公面の下でギターを生産している。パールリバー製のリットミュラーピアノパールリバーは新しいリットミュラーシリーズを作るためにピアノデザイナーのローターターマを雇った。最終的にターマはリットミュラーシリーズのパフォーマンスモデルとプレミアムモデルの両方を設計するか設計を手助けするかした。パールリバー社は ローターターマ設計のリットミューラーピアノは、ヨーロッパのスケール設計を備え、最高級のヨーロッパ製部品を使用し、手仕上げを行うためにより、小規模で、ゆっくりとした製造工程である、と述べている。パールリバーとリットミューラーの違いには、ターマ設計の低張力ドイツ式スケール、ドイツフィルズファブリックベルツェン GMBH 製フェルト、ドイツレスラウ制限、本物の国産鍵、 ドイツアベル製ハンマー及びドイツレンナー製ハンマーなどがある。米国の3つの大規模なピアノ小売企業は OEM 自社ブランドの供給元としてパールリバーを使っている。これらの小売チェーンは独自のブランド名を使用している。ヤマハは1995年にパールリバーと合弁事業を作り中国市場向けのピアノを製造するための工場を設立した。この工場は 経済技術開発区の甲州の東、パールリバーの工場から約35マイル離れている。この工場は、パールリバーピアノグループのために2つのモデル、アップ 125M1 及びリットミュラーアップ 126R を生産している。どちらの製品種目も小売りピアノ店によって、米国で販売され、鍵盤の横に、ヤマハパールリバーという追加の刻印が押されている。パールリバーは、 スタインウェイサンズの SX ブランドのグランドピアノとアップライトピアノを含むすべてのモデルも公衆工場にて製造している。2005年5月1日、スタインウェイサンズとパールリバーピアノグループは合意について合同で発表した。両社はスタインウェイサンズが系列会社のボストンピアノ仕様、インクのために設計した複数の新しい SX モデルの 開発を開始した SX ピアノは2006年の初めに市場に届いた。これはスタインウェイの中国における初の事業であり、パールリバーが西洋のピアノメーカーと結んだ初の OEM 関係であった。188センチメートルのハレット・デイビスシリーズグランドピアノ。通常生産が行われている最大のハレット・デイビスピアノ。ピクチャー・バイ・ドクター・ラッセル・ポーター。 USA ハレットデイビス c o ボストンは通常ハレットデイビスまたは H D と呼ばれるピアノ製品ラインである元々のハレットデイビスカンパニーは1841年にジョージ H デイビスラッセルハレット及びその他の共同経営者によってボストンで設立されたこの会社はデイビスと創業者とは別のハレットによって1950年代に ボストンで再構成された。1900年代初めに WW ・キンボール・カンパニーがハレットデイビスを買収した。1905年、持ち株、会社、コンウェイ・カンパニーがキンボールからハレットデイビスの名称を取得した。1927年にコンウェイはピアノ事業を整理した。ハレットデイビスのブランド名と100年以上続く。その製造の期限に関しては、 混乱があった。1904年12月版のピアノオルガンワーカーズオフィシャルジャーナルにおいて編集者らは数年前にハレットデイビスの工場がシカゴから撤去されキンボールカンパニーと合併したにもかかわらずいわゆる業界紙がボストン製の楽器としてハレットデイビスピアノを発表し続けていること結果として犯罪的なごまかし 詐欺を手助けし幇助していることについて読者は興味を持って知りたいと思っていることだろうと述べた。20世紀中頃、ハレットデイビスの名称は、その他多くの米国ピアノブランドと同じように、エオリアン、アメリカンコープの下に集約されていた。ハレットデイビスブランドと、その適切なボストンとのつながりを復活させようという、試みが1998年になされ、商標。 ハレット・デイビス &CO、ボストンが、ノース・アメリカン・ミュージック・インクによって出願された。この出願は、米国特許商標庁によって、拒絶、却下、または無効とされた。その翌年の1999年、ノース・アメリカン・ミュージックは再びハレット・デイビスの商標を出願し、最終的に2001年に、u s p t o によって許可された。 新たな H&D ピアノがマサチューセッツ州ボストンと少しの関係もないという事実にもかかわらず中国のパールリバーピアノグループは H&D のステンシルのもとにボストンを入れている。パールリバーピアノグループは2014年以降 H&D ラインを生産してきた。2014年以前はこのブランド名のピアノは東北港ごとによって作られていた。 しばらくの間、H&D ブランドは、両方のメーカーから同時に生産されていた。今日、ハレットデイビスは、ノースアメリカンミュージックが卸ろすために製造される、ピアノの OEM ラインである。ここ数年すべての H&D ピアノは、パールリバーによって作られているものの、このブランドには、非常に様々なデザインと品質を持つ詳細が、不明確な製造の歴史がある。 過去このブランドは、北京世界楽器や東北高校と、シルバーマンピアノ、パーソンズミュージック、そして、パールリバーグループを含む複数のピアノメーカーによって製造された。ありがとうございます。